ただいまより、アンダーサーティーファイブ、アーキテクツ、歴史ビジョン。三十五歳以下の若手建築家による建築の展覧会、記念シンポジウムを開演させていただきます。私、あの二週間ほど前にですね、台中の、オペラハウス、に行きました。これも、あの、伊藤先生の、作品で。 真っ白で洞窟みたいな感じなんですが私はあの建築全く素人なんですけども最初にびっくりしたのはやっぱその,この空間この構造がですねどうやってこれパッと見た目柱とかが見えないので、まあ、伊藤豊先生に今日こうしてですねここでお話しいただくということで非常にあの嬉しく思っておりますまあこのグランフロントのビジョンはですね多様な人々の交流や感動との出会いが新しいアイデアを育む街と。 そういっったビジョンを持っております今回のこのシンポジウムエキズビションがですねまさにこれに合致した素晴らしいものであるというふうに考えますしその若きですね建築家の方々がこれを契機に一つ大きく飛躍をする、まあ、こういうことのお手伝いをできたら大変嬉しく思っておりますここまで6回ですね私もこの回展覧会についてまいりましたけれども 建築家の40代の先輩建築家の方非常に毎回素晴らしい選考をしていただいてですねまたその35歳以下の方の非常にそれに応えるというんですかねアイデアと創意工夫というものが発揮されるということを非常に感謝しております。 グリッドなんですね2枚の板がそれぞれ正方形に割れていて、えー、1マスをきにこう丸を書いてそれが上と下で1マスずつずれてマスになってるんですねそれをこう結ぶとおこの A と B という2つの空間ができるとそれで、えー、提案されたものが、まあ、こういう、えー、不思議な構造体です。<laughs> ところが今の 構造がどうなってるのかすら震災分かんなかったみたいで、もうそれも真っ先に落とされてしまいました。それで、えー、悔しいと思ってたら、その年の終わりに二千五年の暮れですが、えー、今度は台湾でオペラオペラハウスのあの、えー、コンペッションがあるということで、そこに再度チャレンジしたわけです。で、えー、人間ってこう独立した体を持ってるけれども。 それぞれはあそのそういう鼻で外とつながり口で外とつながりそうやって自然とつながっているからこそ生きていられるんだよとそういう建築はありえないのかなというふうに思いました。これで大大ききくく見見ていただくとととなちょっと挙手的に見ると えー、大きな太いチューブ状の柱とチューブ状の針とでこう組み合わされてできているっていうのがお分かりいただけますね二、えー、次元のトラスをこう作るんですねこれ今床面に置かれた鉄板の上で、えー、そういう二次元のこうトラスを作ろうとしているところですまずこうやって毛がいて、えー、ジグを立ててでそこにこの鉄筋をこうやって沿わせて でこ,これが縦方向なんですけれども、えー、こうやって、えー、それを何本か並べて横につなぐと、えー、3次元の局面ができますね凄、えー、まじい鉄筋量ですけれどもこういう曲率の変わるところが一番激しくプリミティブな手作業といえば手作業なんですけれどもまあコンピューターがは 2つのテクノロジーが発達すれば、それほど最後こういう手に頼らざるを得ないという。まあ、矛盾が今のところまだありますね。で、それを最後にこの網を剥がして構造体が出来上がるというわけです。まあ、このこういうストラクチャーをあえてやったことの。まあ、最大のメリットっていうのは？ まあこうやってそのホール以外のところでいろんなイベントが絶え間なく行われているということですね。11年かかっても勝てばまあこうやってえ実現することもあるしまあ何,何のこう <laughs> えコメントもなく紙くずになってしまうこともあるしまああのー。 だから年とともにもう審査員やるのも嫌で嫌でしょうがなくて、今日これからあの若い人の賞を決めなきゃならないっていうのはまああのちょっと気が重いんですけどもえまあ勘弁してください、僕もしょっちゅうそういう目に遭ってますのでどうもありがとうございました。 まあ白くてなんかかっこいい建築を作りたいみたいなところから最初すごい始めたんですがなんだろう,こう初めて作った建物だったんでまあいろんな失敗をやっぱりしちゃっていてずっと北海道で生まれ育ってまあ経験としては寒いとか雪が降るとか,なんかそういうことは分かってたんですけどあの自分が設計した建築がそういうものにまあこの時は全くこう何も知識がなかったのであの 大きなガラス面を作るとどういうことが室内に起きるのかとかいうことがまさっぱり分かってなかったんですよね。まあ、レストランという要素の中で、あまあ、あのプログラムの中で、あのまあ、建築に一番近いものは何かなっていう,ふうに考えたときに、あのまあ、テーブルが意外と建築に似てるんじゃないかっていうふうにその時は思って、まあ例えばあの大きな天板が屋根であったりとか、あの。 まあ、テーブルの足が柱のように見えたりとかってところで、まあ、テーブルのその間にある空間とか、まあ、とにかくそのテーブルというまあスケール感を持って出来上がる空間をあのなんとか作ろうというの間に思いました。あの一言で言うというのを考えたんですけど、まあ、動物というのはフラットなこう空間というよりは自然の中の非常にこう立体的な つな、えー、がってるとかつながってないとかっていうのが非常にこう曖昧な、えーまあ、こうまさにこのキャベツの葉っぱと葉っぱの間みたいな空間に対して非常に反応するんじゃないだろうかという、まあ、勝手な仮説を立てて見通せないこう連続空間みたいなものができるんですけど、まあ、それがまあ何かその先ほどのキャベツの葉っぱと葉っぱの間のようなそういう気質を持ってるんじゃないだろうかと。女性の方が1人で住む住む宅を 作ららせてもらいましたあの書道をされていたりあのバレエをされていたりあ踊るほなバレエをされていたりする方で、まあ、あの部屋としての区切りはあまり必要ないんだけどそれぞれの,その目的用途に合わせた使い方のできる部屋を、まあ、多く欲しいと。2つの胸があるんだけどもこういう渡り廊下でつなぎながら回路方式 のののように、えっと、建物の中中、まあ、住宅の中ががぐるぐる、えっと、動線が、えっと、生まれてくると意味のない距離も道順も目的地もないような線なんですけれども、えー、人々の日常の都市空間に介入してくることによってこの見た人たちがどういうふうに意識の変化が生まれるか。 自分が計り知れない都市との関係であったり、その魅力を借りるような作品が作り方として面白いなと思って、その後に渋谷の集合住宅というものを設計しましまた建築活動において、公共性をどうやって建築に持たせるのかっていうのを常に考えて活動しています。 ま地域性だとか今回材料とかまあ資金面に関してまあ僕らがコミットすることでえまあ,あるえ例えば年に1回思い出すという施設ではなくてえその地域に年間通してまあ埋め込めるような施設になることをテーマとしました今回あの一つのまあ利用者と設計者をつなぐ一つの媒体として椅子をこうピックアップしたんですけれどもまあ日常的に人が集う空間の行為ってものを まあ、とその手がかりというものを考察して、まあ、ここで起こりうる出来事に模様や記号を絡めて計画したものなんじゃないかなというふうに捉えていま,すまず建築は多くの多分野が集まって完成するものだと考えていまして私はその多分野に自分が飛び込んでいくことで建築の中だけでは得られなかったような可能性を追求していくというようなことをこれまでやってきました。 でさらにこれは障害を持つ方々が機織りで作った生地を使って服,のブランド服などのブランドを立ち上げたんですがこのパッチワークの技術とこのアンビルド模型のプロセスを使って今このような空間をプロジェクト作ろうというプロジェクトが進んでおります。光と風が抜ける場所ここで休んで光と影と風を感じるでそれが何かこう使っている人の記憶に残る。 で周りの環境と本当とフラットというか、えー、と近い状況でつながっていくそういうものを目指して建築を作ってますこう1分の1で展示してるんですけど部分部分を展示してるので全体の空間がどういうふうになってるかとか、えー、っとこの部分がどういうふうに成り立ってるのかっていうのをんか想像してもらえるような、えー、っと展示ができないかなと思ったんですねなんか何かその思考の余白をこう与えられるような それでは早速ディスカッションの方に「線」っていうプロジェクトなんかはこう写真なんか改めて見るとねえ確かにこう全てこう街が何かになっこの線たったこれの線だけで何かになっちゃってるみたいな素晴らしいなと思ったんですけどねいろいろ社会に出てそぎ落とされちゃって。 あの至ってつまんない集合住宅を2つ2つも展示してるなっていう子とかあのなんだっけあの慰霊碑みたいなのを作ってた2人組ね。 こうなんで残しちゃったんだろうなとか今日思いながら話を聞いてたんですけどすごいつまんないですねこれ <laughs> な<ん>で <laughs> つまんないつまんないってじゃあ選ぶんじゃねえよっていうことになると思うんですけど細かなねそのこのプロジェクトの発注のこう経緯とかが分からないでし僕はもう厳しいことを今言っちゃってるんですけどあのそれにしてもですねなんかもうちょっとこう設計者として。 こう何なてんなんいうか想像力というかですね何かなかったのかと思っちゃったわけなんですけどまあ私なりに要約するとまああのできた建築の魅力についてちょっともう少しアピールするところがあればえとそれをちゃんと語ってくれと単純に東西南北を突き抜けるとか横断するとかっていう感覚がよくてそれで。 なんか風が抜けそうだなとか光が入ってきそうだなとかそういったのは単純に気持ちのいいい空間じゃないかなかと僕は思ってるんですけれどもちょっとそのいきなりこんな均質なグリッドかとそれだったら五十嵐さんももう20年前に10年前にやってるよみたいなねえっとあるいはもっと前からあるよというで本当にその前からあるから駄目ってわけじゃないけど。 漢骨脱退したこのグリッドのこの可能性みたいなのに対して熱く語るかというとそうでもないと、うん、なんか非常に分かりにくいなっていう印象です、ね、なんか僕の中でこの「均質なグリッド」が出てきたっていうのはなんかもうほとんど意識がないぐらい出てくるでその中でこう人の活動が有機的に流れたらあの面白いなっていうぐらいな感じなんで建物にあ、ままあ、興味が、えー、グリッドのこの思考とか、えー、建物を成立ためのするグリッドっていうよりかは なんかもうそれはもう一般的なものでこうあのもうあた当たり前というかまあこうあんまりこう意識しないぐらいの勢いで出てきたらいいなっていうのは少しあ,のありました。もっとその出展者の方たちがあの、まあ、提案をしたかったところの原理みたいなものに結びつくそんなところを話してほしいなと。 まあプレゼンテーションとしてというか評価してもらいたいって思ってた部分としてはその思考の方法というかその1分の1で何を考えたのかっていう部分でこうそれがあの今後のまあ僕の,その設計の手法としてつながっていくんじゃないかなとは個人的には思ってるんですけど多分土地更地に近づくような多分 空間とか建築みたいなものだと思います。僕は多分野の力を使いたいっていう感じです。他の建物とか絡んできて、年数とか <laughs> あのやっていくんですけど、それをなんか一貫して言うことってなんていうのかな、そんなにこうあるかな一貫性のない。 今回はそこの、いいね、そうですね、今回はそのところに対しての展示で持っていきたいっていうところだったもんですから、ひ <laughs> と言で言うと、おそらく建築のまあ一般化、公共化といいますか、あるる機能からまあ解き放たれてて一般化すすところを狙っています自分が作ったものがきっかけで、自分以外の周りの都市の見方、環境の見方が変わるようなものが作れたらいいなと。 本当にねあのやっぱり結構一言で言えるようなとか自分の作品を説明できるのがないと本当に実際のプロジェクト始まったら2年3年長いものは5年10年しかもそれがいろんな施工の業者の方とか協力事務所の方とか構造の人とかいる中でそれがどういう方向を目指していくのかっていうのはやっぱりそういう明快な何かものがない限りはプロジェクトを実務っていうのはできないというふうに思います。ありがとうございました 竹花君のやつがもうちょっといい言葉さえ出してくれれば僕はもう押せるっていう状況なぜかっていうとその言ってることのこの広がりが持ってるあの得体の知れなさが魅力的なんですよ僕にとっては。その えと小石かなんとかかんとかってあのやりたいことはわかるんだけど五十嵐さんが言った通りで、まあ、結果としてあそこに現れてくるものがあの、まあ、誰にもこう見られないものになってしまったら、まあ、ああいう努力をしてやったってこと自体が、まあ、意味がなくなってしまうわけだからまあ やっぱし建築家としてまあそのプロセスはもちろん重要だけど最終的なアウトプットとしてそこにまあ人が集まってきたりとかまあ何かそのまあ感動したりとかまあそういうものを作らないといけないところがそこが完全に抜け落ちているところがすごく痛いっていう感じがしています。なんか一番大事にしたいのは なんというか執着心っていうか、まあ、愛,愛着っていうか酒、まあ、井君は僕が一番いいと思ってて、まあ、確かにすごい説明がわけが分かんないんですけど一番何かこうやっぱり物に対する執着とか、まあ、愛を感じるのであのそこはあのその個人が持ってるすごい本質的なとこなので、まあ、今は なんか超こう言葉にはなってないしまあ下手なのかもしれないんですけどそういうなんか執着心っていうのはあのどんなものにどんな対象物に向き合った時もまあ必ず発揮される発揮されるっていうかあの執着しちゃうからあの常にそういうスタンスで臨むんで何か生まれるはずなんですよね。そういう期待感も込めてまあ僕は酒井君のが一番いいと思ってるんですけど。 酒井さんにあの対象を挙げたいんですが <laughs>、えー、皆さんいかかがでしょうかと、まあ、床の石の象眼のみたいなやつに執着心はあったかもしれないけどじゃあどこに対して執着心を持つのかその建築としての全体の成り立ちに執着心を持った方がいいんじゃないかっていうのはこれは個人的な意見でまあそういうことを聞いてもう変わらないあの揺らぎないその判断であれば。 いいいんじゃないかと思いますけどねということで改めまして、えー、今年の最優秀賞ゴールドメダルは酒井様になりました酒井様おめでとうございます皆様大きな拍手をお願いいたします <laughs> まあだろうなやっぱりなんかとにかく、まあ、全力で頑張れよということしかないんじゃないかと思うんですけど あのうん、そうですね。まあ僕でもいまだに迷ってますけどね、うん。迷ってないんですかね、二人はね。<laughs> 本当か <laughs>、ね。はい。でここで酒井様を一言いただけないでしょうか。人人 <laughs> ありがとうございます。<laughs> ということで、井様に改めて大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございます。<noise> それではこの後は井川氏先生にマイクを渡しして進行の方をお願いいたしたいと思います。えっと今年はまああのプロジェクト。 まだ完成してないやつがあの結構いくつか入ってるのが、えー、例年とちょっと違うかなという印象を受けたりしました今日の,あの,その倉庫もあれ本当に震度7来て大丈夫なのっていうような印象があって <laughs> <laughs> もちろん自然がいい面だけではないっていうのはもちろんあって雪とかで 振ったときにこれ躯だけドンって残ってあの落ちるようになってますあの屋根が弱いところがあるというかそういう自然との付き合い方もあるとかですねあなまあなんかゴールドメダルをもらったみたいで、えーえー、あのすごくよくできたプロジェクトだと思うんですけれども今日のプレゼンテーションを聞いていてまあ、あの椅子によって人の集まり方を規定して <laughs> でそれがまあいろんな形集まり方があるに違いないでまあスタデーでは、まあ、あのそれに基づいたプロジェクトがあったんだけれども最終的に今どういうプロセスであなったのか今できている建築は割合それをバサッと切っちゃってるような感じがしてあの木造ですからあの音の原質としてはかなりあの高いですねあの RC に比べるとでそこでパイプオルガンを入れるってなった時にあの椅子の客数は結構ありますけれども決して大きななところじゃないですあそこをまっすぐのものにしてしまうとかなりの反響が出るのでそこのまあ、どう崩していくかっていう流れとその。 斜めにしたというよりかは少し元の,あの区形のところを広げたというイメージの方がつまりその風受け室の部分ですかあの受付それから奥の器具水回りのところでそこまで必要じゃないところに押し寄せていくという形で広げていくそれによって音の反響とあの中のこういったものをつなげて話し合いをしていったというところがある意味でなんか技が ありすぎるような気がした <laughs> もう少し素朴に何かあのやっぱり建築家だけに通じる話をしてるなあっていう感じがあってそのギャップが何なんだろうまあ何なんだろうっていうのはすごいはっきりしてんだけどそこにな何かその建築家として もっとこう社会とダイレクトに関わるようなことってできないんだろうかっていうもどかしさをすごく今日の皆さんの一生懸命さを聞けば聞くほどエネルギーがこう内へ内へ向かっていてえもう少しそ,のそれを外に向けられないのかっていうようなうんそれは僕らの責任でもあるんだけれどもなんかすごくそういうことを感じるんですが。 あとまあ障害者支援の,あのブランドを立ち上げることによって自分がそのソフト面を持っておくことによって空き家が本当に生まれた時にこう使い道を持っ自分が建築家として持っておくっていうことがあのすごく重要なんじゃないかっていうことを思って思いましてこれまでいろいろな活動を行ってきましたなんかそういう話はこういうところではできないの <laughs> そういう話を僕はむしろ聞きたいなと思ったわけで 伊藤先生の方から伊藤賞の発表を行っていただければと思うのですがいやーしんどいね <laughs> っていうのはちょっとどういうその部分に価値を置くかによってがらっと変わるんですよこれそれぞれやってることは本当にあのー、すごい尊重尊敬できるという前提でうんじゃあ あえて前島さんを選びます一番、まあ、ある意味では、まあ、何でもないことをやってるとも言えるんだけれども、うん、まあそのそういう他者がいてっていうことに、まあ、意識的か意識無意識的か分かんないけれどもそのストレートにそのつながっているという意味で。 アンダーアーキテクツ・エキシビション2016伊藤賞は前島様に決定いたしました前島様おめでとうございます前島正太郎殿あなたは35歳以下の若手建築家による建築の展覧会において特に優秀と認められこれから世界での活躍が期待できるものとしてここに表彰しますおめでとうございますおめでとうございます皆様大きな拍手をお願いいたします <laughs> いやあのまた頑張ってください、本当に、本当に、あのすっごい頑張ってるというのは感じてます。それで、えーあの、先々週、藤本さんはいなかったらしいけど、平田さんとか、まあ、石上さんとか、彼らとどうやって違う世代の建築をあの作りうるのかっていうことを、僕は考えてほしいと思う。 うん、そのことがすごく重要だしやっぱりな、まあ、彼らはどっかでこう何て言うのかなあの言葉悪いけど一と旗あげてよろうみたいなそういう気持ち強すぎると思ってるんだ、ね、よ。それはやっぱりどちらかといえば僕らの世代に近い20世紀的な建築画像であってちょっとそっから全然違うんだっていうそういう建築画像をあの君らが作ってほしいな。 それはなんなんかこんなすげえもんとかそういうんじゃないような気がしていてもっと日常的なところでえでもなんかこれ今までとは違う新しさがあるんだよみたいなそういう建築ができそうな気がするんでねそれをぜひ考えていただけたらと思いましたどうも勝手なことを今日言ってごめんねどうも失礼しましたありがとうございました <laughs> ありがとうございましたなんか <laughs>。 確かに僕が大事にしていることを確かに他者との何かっていうのは確かにあの伝わったというかなんかこう解釈してもらったっていうのがあったんでえすごく嬉しいです。またえこれから頑張ります。ありがとうございました。改めまして前島様に大きな拍手をお願いします。前島様おめでとうございます。 今年も盛大に開催ができてとても嬉しく思いますと同時に会場を設営してくださいました、レッジキャピタルの大久保さん、谷さん、そして開催の実現をしてくださいました岩井さん、そして全面サポートをしていただきました、本日ご挨拶までいただくことができました、野村さんには深く感謝をしております、そして今日のシンポジウムの準備や展覧会の設営など、私たち AF の活動に賛同してくれている学生スタッフの皆さん、 そしてこのような文化事業に深いご理解をしていただいております。積水ハウス様、KS グループ様、日本電気ガラス様、シェルター様、そして朝日ガラス様には本当に感謝いたしております。この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。この度は誠にありがとうございました。